ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今回は中洲のど真ん中にある人気店、ピンチョ吉兆屋中洲店にお邪魔します。福岡市営地下鉄中洲川端駅の目の前、明治通り沿いにあるのが備長吉兆屋中洲店。店内は全て仕切りがある個室風の空間になっているので、周りを気にせず楽しめますよ。備長吉兆屋の末永さんです。よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？備長炭にこだわって、入り口から焼いてる姿が見えるっていう感じのお店になってます。引きつけられて入っちゃうお客さんも多いんじゃないですか？匂いにつられて寄って来られるお客様結構いらっしゃいます。ではこちらのお店の人気メニューを教えてください。桃と皮がうちのおすすめメニューになってるんですけど、料金価格も大変安くなってるので、おすすめでやらせてもらってます。じゃあ桃焼きを、美味しそう、いただきます。近づけた瞬間に炭の香ばしさが香りますね。ああ、本当です。身も柔らかくて美味しいです。焼き加減とかもこだわって焼いてるので。ではこの焼酎に合うお料理教えてください。はい、当店では、明太子の天ぷらをおすすめに。これですね。はい、明太子も色味が綺麗で大きいですね。周りは海苔ですか？そうですね。つぶつぶ感、おいしい。ね、周りの海苔と揚げた香ばしさがすっごい合う。お、すっきりと爽やかな焼酎がすごく合いますね。本当ですか、ありがとうございます。おいしい。では最後に一言どうぞ。はい、当店では求人募集をしております。またたくさんのお客様もご来店お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは末永さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。